ここでは保存しているデータの読み出しと印刷方法について説明します。レイアウトエディターで作成したデータはソフトウェア内部に保存されています。すでにプリントサンプルというデータファイルが保存されていることを前提とします。レイアウトエディターを起動したらファイルのボタンをクリックしてください。保存されているデータファイルの中からプリントサンプルをクリックしてください。画面上の印刷のアイコンをクリックしてください。印刷設定を確認しましょう。レイアウトエディターではカット方法が選択できます。最後のラベルをカットしたり、ラベルごとにカットもできます。カットしないこともできます。接続されているプリンターを確認したら印刷のボタンをクリックしてください。印刷はできましたか？これでこの動画は終わりです。ご視聴ありがとうございました。